まあ、特にその現場の人たちからの反発が非常に強くて毎日新聞の取材にも NHK の関係者が随分答えてるということからするとこれ本当に NHK の根幹を揺るがすようないわゆるまあ報道の自由ですねこれを NHK 内部の経営委員会が言い出したってことの危機感っていうのは随分 NHK の現場にあるんでしょうね。うねあの上田会長は現実に注意されれたけですけどもちろんこれは <laughs> NHK の組織の人ですよね会長って、はい、ただ経営委員会っていうのは言うなればですねそれこそ某電力会社の方が経営の委員長をやってるようにですね、うん、外部からあの第三者的に委員会として、はい、それが公正な目だという形で経営委員会っていうのは NHK をチェックしてるわけですね、はい、そこが会長に対してこんな放送するなということをやってしまったらですねこれ NHK 本体はやっぱり経営委員会が一番の権限を持ってると、うん いう形ででで会長の処分もできるわけですからこれは現場はですねお前たちなんて放送しようとしたんだということになって間違いなくですね自粛意識になるわけですよね。ということは日本が郵政やってることこれを暴くなと黙ってみとけと犠牲になっている年寄りいるじゃないですかいいからほっとけそんなものはと言ったに等しいわけですよね。これが果たしてですね報道機関なのか公共放送なのかしかも NHK はですね法律によって 強制的にお金を集めて、る。別にあの、N 国を支持するわけではありませんけれども、うん、そういう権限を与えられているところが、いわば犯罪集団と今思われているような日本郵政の官府のやり方をですね、黙って見ときなさいと、言われた側ってのはどうなるのか。それはお金を払ってる、受信料を払ってる方々に対する、とんでもない裏切り行為だと。これあの、 関連の問題も確かに大きな問題かもしれませんけど私この NHK の問題って本当に根本的に考え直さなきゃいけない問題だと思いますね犯罪集団の日本郵政その郵政が NHK 経営委員会に圧力をかけてそれで経営委員会が NHK に郵政追求の放送をするなと処罰をした放送のの。弾圧の お手本みたいだ。NHK は本当にひどい。NHK 経営委員会は悪の数軸だ。誰が経営委員会の人事をやってるんだ安倍だな。豚の百田直樹を委員にしたのも安倍だった。NHK は頭から尻尾の先まで総督会しなくちゃ。安倍の辞職が NHK の掃除の仕上げだね、ね。